はい、どうも、いつも見ていただきありがとうございます。今日も一緒に楽しくいきましょうね。よろしくお願いします。今日はね、俺がね、三浦半島の相模湾沿いで一番いいなとお店へ行った時のお話です。ぜひ見てください。はい、葉山森戸海岸の砂浜に面したスケイフスっていうお店です。本当にロケーションが良くて、今ご覧になったようにその日は結婚式も行われてましたね。ここが森戸海岸の砂浜ですね。開放感があっていいですね。向こうに江ノ島が見えますね。はい、こちらが、この辺りが、森戸神社ですね。それからこの灯台が裕次郎灯台。このレストランに来たときは、ぜひですね、食事の前後は森戸海岸を散策することをお勧めします。今、モーターボートが走ってますね。これは葉山マリーナが運営している観光船ですね。葉山マリーナを出発して裕次郎灯台の横を抜けて江ノ島に向かって、江ノ島から戻ってくる、で湘南の海を楽しめるコースですね。この船についてもまたレポートしたいと思ってますんで、ぜひその時はご覧ください。さあお店に戻りましょうかね。ここのところですね。はい、ここはね、レストランのフロアより一つ上のフロアなんですが、待合所とか休憩所とか、まあ、そんな感じで、使われている部屋のようです。なかなかいい雰囲気、落ち着いてますよね。ここにちょっと早めに着いたんで、少々お待ちくださいっていうことで、ここに通されました。ね、ここでぼんやりしてても、まあ結構いいかなと思いますね。はい、ここがレストランの中の雰囲気ですね。どうです?いいでしょう?落ち着いた感じでね。外を見ると開放的な風景で。ランチタイムに行ってみました。ちょっと早く着いたんで、他のお客さんはいなかったですが、いい感じでしょ。なんか、おしゃれな感じでしょ。はい、この時のランチのメニューですね。はい、いいですね。これは全部食べた後、デザートですね。美味しかったです。お店の雰囲気も良かったし、食事も美味しかったし、外の風景を眺めていてもすごく良かったし、素敵なお店ですよ。ということで、随分楽しませてもらったんですが、終わってからまた森戸海岸を散歩してみました。のんびりゆったり、この日は天気が良かったから余計に良かったんですけど、ぜひね、このお店コスパもいいんで行ってみてはどうかと思います。素敵なロケーションに素敵なお店があるもんです。また行きたいと思いますと言いながら、この動画はですね、2021年の11月、ちょっと古いんですけど、また今度動画撮った時、ご報告できればなぁと思ってます。これからもね、いろんな話題を取り上げていきたいと思ってますんで、チャンネル登録がまだの方がいらっしゃったらよろしくお願いしますね。それから、ここのとこもっと教えてよとか、自分の時はこうだったよとか、コメントもいただければ嬉しいです。ありがとうございました。またよろしくお願いします。